はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさいませ、染谷でございます。皆さん、5月5日子供の日いかがお過ごしでしょうか。では突然ではありますが、洗濯ぜひしてみてください。これから旅はだんだん辛くなるのか、過去はどんどん捨てちまえばいいのか、ぜひ A と B でコメントしてください。よし、行きましょう。じゃあ B、 ありがとうございます。 B、 過去はどんどん捨てちまえ。あとキャラクターごとに声をちょっと変えていくのでご了承ください。あれ、トールってどんなんだったっけ。あ、わかった。私の念仏寺、私はここで残業した。ここは悲しみの霊場なのだ。風の中にあの子の声が聞こえる。声は私を呼んでいる。あの子ってどういうことだ。トールと関係があるのか。ねえ、水子地蔵だよ。夏美が叫んで走り出した。本堂の向こうに水子地蔵尊堂がある。夏美は行儀よく手を合わせている。私も並んで手を合わせた。無心人じゃないな、なんてこれ読むの。信心深い、無心人でいいのかな。無心人なありさも来て手を合わせている。だってかわいそうだもんね。夏美はもう涙目だ、涙声だ。みんなあの世で幸せになってるといいね。なってるさ。こうやって私たちが手を合わせるたんびに、水子たちは一歩一歩生まれ変わりに近づくんだよ。私は本気でそう思っている。私はまたあの子の声を聞いた。私は一心に祈りを捧げる。喜んだ声が聞こえたの。ああ、喜んでいる。あの子に祈りが届いている。ふと見るとアリサが頬を濡らしている。やだ、別に霊魂を信じたわけじゃないからね。アリサは慌てて言い訳のように言った。いいんだよ別に。冗談よアリサ、女の情けを照れることないよ。夏美もこっそり涙を拭いている。私たちはわざとそっぽを向き合ったままそこを離れた。そこに竹林の小径がある。ここは結構有名な場所だ。ここって誰でも写真撮るんだよね。私の元彼岸川徹もここで私以外の女と写真に収まっている。あら、徹もここへ来てたの。来てたの。アリサは口を滑らしたらしい。お、もってアリサ、あんたも来たんだね。来てたんだね。あ、アリサははっと唇を押さえて、バレちゃったみたいね。はい、僕も来てました。すると夏美まで元気よく手を挙げた。なんだ、それじゃみんな来てたんじゃない。私はどっと笑った。彼と。うん、彼と。嫌な思い出。ええ、嫌な思い出。三人とも同じだった。みんなそれで黙っていたのだ。私たちはまた笑った。それだけでみんなが分かり合った。誰もそれ以上は聞かなかった。女の友情もまんざら捨てたものではない。
私たちが戻ってくると本堂から出てきた意外な人物に出会った。誰？来た！刑事さん？それは柚月刑事だった。あれ、これ柚月だったっけ？この刑事の名前ちょっと忘れちゃった。ちょっと待ってね。あ、結城だ。結城だって。それは結城刑事だった。いや、結城は戸惑ったように頭をかいた。さっきは失礼。ちょっと急いでたもので。なんだかえらく照れくさそうだ。いえ、いいんです。アリサは早速いい子になった。でもまたお会いにできるなんて、お会いできるなんて、私たちよほどご縁があるんですね。めっちゃアタックしてくるやん。いや、実はある殺人事件を追っていまして、さっき逃げた後ろめたさからか、意外にも結城刑事はあっさり教えてくれた。まだ詳しくは言えませんが、事件から1年も経った今になって、容疑者の立ち回り先が急に分かったもので。それがさっきの清涼寺だとか、この念仏寺とか。ええ、まあ。でも、うわ、すごい、やっぱり殺人事件だったんだ。その容疑者の男ってお寺ばかりを回ってるんですか？待て待て、男って決めつけるな、アリサ。男？まあ。刑事はちょっと言葉を濁して、観光客なんで、あちこちの寺や神社へ立ち寄っているんです。あ、わかった。アリサが叫んだ。刑事さん、その容疑者って女なんですね。うわ、驚いたな。結城刑事はまじまじとアリサを見た。鋭い人だ。あなたならきっと刑事になれますよ。おだてるね。六条アリサと言います。いつでも助手として使ってください。あ、アリサめ、抜け駆けだ。始まった。その時はぜひこちらへも。私も急いで名刺を渡す。僕も。夏美までもがひっくり返って渡している。どういうこと、ひっくり返って渡しているって。ありがとう。結城は慣れた仕草で全部受け取って、お知恵を拝借したくなったらご連絡しますよ。刑事さんはこちらの土地にはお詳しいんですか？アリサが話をつなぎ止める。ああ、ええ、僕は京都の生まれ育ちですから。まあよかった。それじゃあ、もしかして帰国寺ってお寺をご存知ありません？私たちずっと探しているんです。そうか、こういう手もあったとは。帰国寺。ああ、帰国寺ね。意外なことに結城はその名をスラスラと言った。それ昔あったっていうお寺ですよね。え、刑事さん知ってるの？夏美が飛び上がった。ええ、学生時代に古い文献で読んだ記憶が。確か温泉が出るってお寺でしょ？え、温泉？私たちは同時に叫んだ。温泉、温泉。中でも夏美が一番驚いている。温泉だなんて、温泉だなんて。やっべえのが来たな。はっちゃけぶりが始まったぞ。おい夏美、落ち着け。どうした？夏美、ほんとよ、一体どうしたの？僕だって。夏美は泣きそうにしている。知らなかったの。帰国寺に温泉があったなんて全然知らなかったの。なんだろう、温泉がそれほど大騒ぎするほどのことだろうか。でも刑事さん、アリサが話を戻した。この京都に
温泉なんてあったんですか？ああ、温泉なら今でも鞍馬山のふもとにありますよ。そこは帰国寺とは違いますがね。本によると帰国寺はかなりの山奥だとありましたから。え、山奥にあるんですか？今も。私は乗り出した。もちろん今はありません。多分いい加減な話ですよ。だって僕が読んだその本には帰国寺の名は鬼住む谷の言われあればなり、あ、難しい書き方してんな、鬼住む谷の言われあればなりなんて書いてあったくらいですから。鬼？ええ、帰国寺の周りでは鬼が人を襲うだとか、鬼の群れが歩くのを見ただとか。その他にもう帰国寺のことは？さあ、僕もその時読んだだけで古い話ですからね。それがもうどんな本だったかの、だったのかさえ、調べておきますよ。かかった。結城刑事は明るく笑った。お前、この3人に捕まったら逃げられなくなるぞ。どうせこの後で京都府警へ立ち寄りますから。あ、もし何か分かったら連絡はどちらに？はい、私に。あ、私に。僕に。ちょっと、私らは醜い争い。はい、まこといらっしゃい。登場人物がポリゴンだ。時代を感じるよね。何年の作品だっけ、忘れちゃった。プレイステーション、一応2ではあるからね。何年って書いてる。2002年って書いてる。約19年前。わお。では、アリサさんに。アリサにしたの？結城刑事は勝手に決めて去っていった。やっぱり殺人事件だったわね。アリサは勝ち誇ったように私を見た。ふん、今度はうまく聞き出してやるさ。あら、トールは刑事さんにまた会えると思ってるの？会えるさ。あいつ、アリサに続婚だ。悔しいけれどそうだと思う。本当に？ふふ、ありがとう。アリサは嬉しそうにクスクス笑った。でも、1年前の殺人事件ってどんなのかしらね。犯人が女だと殺されたのは男だな。となると、これはバラバラ事件だ。私は推理で勝負する。いや、わかんないよ。女が女を殺したかもしれないじゃんね。あら、トール？でも1年前にはそんな事件はなかったわよ。あったじゃないか。ほら、あの新聞記事の。ああ、はい、例の首なし殺人事件。殺人って言っちゃった。殺人事件、これ来る時に新幹線の中で新聞が置いてあったんですよね。で、なぜかその新聞は1年前の日付の新聞だったんですよ。で、そこに確か事件のことが書いてあった記憶があります。多分そのことだと思いますね。まあ、あれは違うでしょ？長野だもの。この京都の事件でなくっちゃ。アリサ、誰がそう言ったの？え？刑事さんは、ただ容疑者は京都の観光客で、お寺や神社へ立ち寄っているって言っただけだよ。ああ、そうか。そう言ってからアリサはハッとしたように、ねえ、でももしそうだとしたらすごいわね。私たちもしかしてあの首なし殺人の犯人捕まえられるかもよ。やめとけ。わお、ニュースに出るね。
キャハ、すごいすごい。私たちはキャーキャーと騒いだ。お、来た。はい、選択しきました。A、そうなったら大手柄だ。B、たちまちあたしら有名人。C、鬼の首でも取ったよう。あ、あ。か、察しって感じなのか。なんか死亡フラグが立ってるな、足。はい。ぜひ、コメントの方で投稿してみてください。A、B、C、気軽に打ってみてください。お願いします。OK。じゃあ C でいこうか。はい、C。鬼の首でも取ったよう。